島原半島は約430万年前の海底火山の噴火から始まり、約50万年前から雲仙火山が噴火。それによりできた千々和断層は約30万年前から活動を始め、現在も活動している活断層です。総延長は約14km、最大落差は約450m に達し、現在でも年間 1.5mm の割合で沈降しています。自然豊かな島原にやってきました。この自然の魅力たっぷりの島原を巡る、本日一緒に巡らせていただくお二人はこちらです。玉川さんと千々和さんです。今日はよろしくお願いいたします。こちらこそよろしくお願いします。千々和武、九州大学名誉教授、工学者として著書も多数あり、現在は九州風景街道推進会議の委員として、まちづくり地域計画等のプロジェクトに指導的役割を果たしています。玉川隆道、元西日本新聞社副社長、現在は九州風景街道推進会議の委員として、九州風景街道における地域の魅力を発掘維持発展させる活動をされています。風景診断とは、九州風景街道沿線の地域にある身近な風景を地域資源として捉え直し、地域活性化や観光振興への寄与を目指して、現地でアドバイザーの方々と魅力向上に向けた活動を見出す取り組みです。お願いします。では、こちらにボランティアガイドの吉岡さんです。今日よろしくお願いします。よろしくお願いします。ボランティアガイドやってます吉岡と言います。早速到着したこのまず一箇所目なんですが、ここはどういう場所なんですか？ここは島原半島の中でもですね、断層、千々和断層の真上に私たちは今いるんです。真上、その一番大きな千々和断層の真上にいて、見てくださいこちらを。島原半島海山街道ということで、私たちは15番目に、九州でも15番目に認定された、風景街道なんですけども、まさしく海と山、この海山街道にふさわしい、まずポジションがここ千々和展望台ということになるんですね。で、まずこの風景を話す前に、少し島原半島の成り立ちと千々和断層どうして発生したのか、あるいはできてきたのかということをちょっとお話ししてみたいと思います。島原半島は南北に32キロ、東西24キロぐらいあります。一周はですね、大体110キロぐらいです。で、その中に、実はですね、成り立ちとしては南の端の淵の津ってとこ、ここから海底火山の噴火から始まる、いただいて、人のどこかに似てると思いますか？胃袋。その通りなんです。島原半島自体がですね、先ほど言った、溶岩が長年かけてミネラル分が豊富で肥沃な、大地になっている。ここで採れる作物は、根物葉物たくさんありますけども、ジャガイモに至ってはですね、北海道について第2位の生産量。すごい。そして千々和観光センターではですね、40年前からジャガちゃんという、ジャガをふかしたものを軽くカラッと揚げてですね、皆さんに、提供しています。どうですか？はい、ありがとう。カリカリっつって、外はね、中はジャガイモそのもので、なかなか普通に食べられない感じですね。食感がカリカリしてて、中がジュワッとしてるんですけど、食べた今度は外の方はパリパリした感じがあって、これは名物、やっぱり名物です。名物です。美味しいですか？美味しい。なかなかこれ眺めがいいところに来ましたね。本当、綺麗ですね。
緑が。ああ。わあ、綺麗だ。わ、しかもカーブしてるからさ、普通の棚田と違って。綺麗なカーブじゃないですか。自然の地形。棚田の特徴なんですね。ひなたびら棚田。千々和断層下に広がる水田地帯の棚田です。火山から噴火した溶岩を土台とする土壌成分のため栄養が豊富。季節ごとに風景が変わり、自然と文化の営みにより形成された美しい風景を見ることができます。この棒、湯棚があって湯煙、すごいですね。棚田見た後に湯棚を見れると、ね、あそこにちょっとこの小浜温泉のボランティアガイドさんがいらっしゃいます。こんにちは。はい、こんにちは。こんにちは。よろしくお願いします。暑い中ようこそ小浜温泉へお越しいただいて誠にありがとうございます。本当に暑いですね。はい、本当に暑いですね。気温も暑いし下も暑いし。小浜、ね、ガイドの中村和美と申します。今日はよろしくお願いいたします。ここはですね、オバマドライブコースでほーっとして一息つきたいなーっていうところでございまして、ほーっとして疲れを吹っ飛ばすのホットフット105という足湯でございます。足湯があるんですね。この長いの全部足湯ですか。そうなんです。スタートしてから向こうの方まで105m、全然かけ流しでございます。それは105m が日本一か。そうなんですよ。後ほど楽しんでいただきたいと思いますけれども、はい、こちらには何かがありますよ。こっちは何ですか。何でしょう。もうすごい湯煙がいっぱい。そうなんです。この源泉から出た蒸気を利用して、うん、温泉蒸しを楽しんでいただけるんです。いいじゃないですか。今醤油カゴに入れて、これ200円で借りるとですね、もう自由に蒸し釜が楽しめますので、熱々ですよね。はい、熱々です。100度超えてます。これに100度超えて超えてる。危ない。じゃあこれで、はい、じゃあ中、真ん中に、真ん中、真ん中、真ん中よ。焼けた専用に。おお、すごいすごいすごい。顔のスチームが。雲仙国立公園の西麓に位置し、橘湾に臨む風光明媚な温泉地で、リウマチ、神経痛に効果のある高温で湯量の豊富な放熱量日本一の温泉として昔から多くの人に親しまれています。海辺に約25軒の旅館、ホテルが軒を連ねるほか、3軒の共同浴場があり、名物として小浜ちゃんぽんが有名です。どうです先生、足湯の。いいです。いいですか。ちょうどいい。気持ちいいです。あのですね、足湯はですね、健康増進でこのだん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 とお風呂全体に入った感じの効果があると言われておりますので、新陳代謝が良くなります。出来上がりました。ありがとう。さあどうでしょう。何から食べたらいけますか。食べる順序あるんですか。人参ちょっと硬いかも。大丈夫ですか。はい、うん、まあ硬いけど硬いけど、そしたらですね、これ手コリコリしていいよ。お花でですね、温泉で作った塩なんですよ、うん、これ温泉で作った塩ちょっとだけここにちょんちょんと置きますので、先生これつけて、はい、水田様これでちょっとつけてみて。お花の温泉で作った塩なんですよ。お疲れでしたね。足湯で温まって、はい、温まりました。そしてすっきりしましたね。簡単に温泉のエキスを体に入れていただいて、はい、ね、健康になっていただいたと思いますから、はい、今度はですね、オバマの温泉街を少しだけ散策していただこうと思いますが、なんか珍しい木ですよね。これでしょ。葉っぱが不思議な形して、ネムの木に似てるんですけれど、ネムの木じゃないんですね、うん、ジャカランダという花ら、南米産の花なんですけれども、うん、日本三大花木の一つで、和名は紫雲木、紫の雲の木と書きます。南米原産で、
世界三大花木の一つジャカランダが小浜温泉街でも鑑賞できます。昭和40年頃エチオピアで暮らしていた男性が島原半島全体にジャカランダの花を咲かせてほしいという願いがきっかけで植えられました。国道沿いに約500本が植樹され、温泉の地熱と住民の世話で毎年見事な花を咲かせています。宮田さんがいらっしゃいました。こんにちは。よろしくお願いします。宮田さん、ジャカランダの主ですか？そうですね。主でもなんだけどね、愛好者。愛好者。I love you。 I love ジャカランダ。そう、もうジャカランダの話がね、聞かれたと思いますが、はい、こういうあの市民の花ということで育てました。約15年間、ね、だからここに約500本ぐらいあります。ではもともと我々の夢は島原半島全体にこれを植えるっていうのが夢です、うん、ジャカランダ通りで毎年6月中旬に小浜温泉ジャカランダフェスタが開催され、市民の憩いの場となっています。田代原です。もう本当にここ足を踏み入れた瞬間にちょっと涼しく、ね、うん、風がちょっと気持ちいいなっていうのと、向こう見ると牛さんが、牛が結構いますじゃないですか、ね、のんびり暮らしてますね、うん、こんなところがあったんですね、うん、雲仙にしてはちょっと変わった風景ですね、うん、なかなかイメージと違う風景ですけど、うん、中田さんです。どうぞよろしくお願いいたします。こんにちは。のどかな風景ですね。全部で何頭ぐらいあるんですか、牛は？今は50頭近く、50頭ぐらい、ね、うん、までちょっと増えたんですよね。あると共生しながら風景を守っておられるってね、もう人の手を借りながら、うん、牛さんだけではやっぱしですね、うん、なかなかこう餌も足らない状態、うん、それだけも見ても分かるよ、本当は草原だったんですけど、うん、全部ほとんど樹林化してしまった状態で、うん、もうここに貴重な三山霧島、うん、もう咲く状況ですけども、うん、それが危うくなるような状況になってるので、うん、今三山霧島のプロジェクトを立ち上げながら、ここの草原維持管理をしております。千々和断層上にある雲仙の古くからある原風景を残した貴重な場所です。かつては三山霧島がきれいに咲き誇り放牧が盛んでしたが、時代の流れとともに放牧が減り、他の草木に埋もれつつありました。そこで今はいろいろな方の協力を得ながら、三山霧島の咲き誇る放牧草原の保全活動を行い、少しずつ放牧される牛が増えてきています。やっぱり唯一島原の原型が残るこの国立公園の中で残るのはここだけなわけなんです、うんうん、唯一。そうなんです、原型が残ってるの見れれるのがね、うん、ほとんどあのゴルフ場とか、うん、で変わっちゃったじゃないですか、うん、だけどもこの自然そのものに残ってるのがここだけですので、うん、だからこんなになんか本当に大自然っていうなんかパワーを感じますよね、うん、このおかげで不思議な力を得た状態なんですよね。私がやっぱりその余命3年と言われた状態の中でも、やっぱしこの雲仙のお山のやっぱし自然のおかげで今ここに立たせていただいてる状態っていう、だから島原半島のお山っていうのはあの火山や水自然に恵まれた本当にパワーのあるところだと思っております。あるところなんです。このね、その大自然のエネルギーの証人ですもんね、中田さんが、ね、いらっしゃるだけで色艶もあるし、ね、本当ですよ。されてそれは島原半島この、ね、恵みです、うん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 、火山と水と自然の恵みですね、うんうん、今日は島原半島を4カ所
大きく分けて4カ所回ったわけですけど、いかがでしたか？私はですね、福岡出るのは朝6時ここに来て9時それからこの夕方まで、はい、目いっぱい1日この最近この年になってこんなに時間を使ったことはないんですけども、 その時間を忘れさせるぐらいのですね、やっぱし色といい景色といい、そしてさっきのような地質やいろんな詰まった内容がこうたくさんもあるなということをつくづく感じさせられて、今それでほっとしてこれでまた帰れるなというふうに思っております。今日ずいぶん日焼けされてますね。腕のところちょっとね、真っ黒に焼けてらっしゃいます。そこの足のところに来て、温泉の熱気と火の強さで、これ地獄かなと思って。ちょっとお疲れモードになってしまいました。ありますからね。そしたら最後がね、海女さんのところのパワーをもらって、今日元気になって帰ります。ありがとうございました。まあ、あの表情もなんかお二人ともにこやかになって、島原半島を巡って、まあね、疲れたところはあったでしょうけど、より元気になった感じを本当に感じます。やっぱパワーでもらいましたね。ですよね。あの方のようにね、人生60年の中で苦難がありながら回復するわけですから、やっぱここはいいところじゃないですか。パワースポットじゃないですかね。灼熱地獄と天国とを行ってきたい人どっちも持ってる、そんな島原半島の旅でした。またね、あのこういう機会があったらいろいろいろんなところをブラブラしたいですね。そうですね。はい、じゃあまたその機会がありましたら、はい、ぜひよろしくお願いします。どうぞよろしく。今日はいろいろとありがとうございました。ありがとうございました。一日もう帰られ、もう疲れちゃったからありがとうございました今回の風景診断により、観光客でにぎわう千々和展望台や小浜温泉と、地域の方々の日常生活に溶け込む風景のある日向平棚田、奥雲仙田代原では、今後の活動の方向性が異なることを確認することができました。千々和展望台では、島原半島の原点、成り立ちをしっかり伝え、火山噴火によりできた小浜温泉の魅力や、ジャカランダ並木通りの集計活動の意義や価値を伝えるための情報発信に注力することが大切であることを確認しました。日向平棚田奥雲仙田代原では、風景に隠された人々のたゆまない数々のドラマを多くの人々に伝え、素晴らしい風景と人々の努力を後世に残すため、 SNS や動画等で広く発信し、活動への理解共感を醸成することの大切さを確認しました。今回の風景診断を通じて、アドバイザーや行政団体、民間団体の方々が一堂に会し、当たり前の風景を地域資源として捉え直すための活動を見出すことができました。今後も継続的に風景診断を通じて、地域の景観をより良くしていく活動をつなげていくことが大切だと認識しました。